自然体です。私はどっちかというとそれより小さいこう願望みたいのを守っててですね、すぐ軌道修正です。男女関係なくね、やっぱり共感性とやっぱビジョンをやっぱ体現できる力ってやっぱ信頼される。チャンスがあるんだったら考えてみてもいいんじゃないですかね。それでみんなは同じにする必要ない。ここまで重く捉えずでも受け取れることなんだな。優先順位をきちっと決めていかないといけない。その信じて任せる。なんか自分が社外でやってることを割とオープンにするようになってから敵はいなくなった気がしますね。最後は自分で何が一番最適なのか決めていくことが大事なんだよっていう。とにかく楽観的に思ってこそ やりたいと思った自分を信じる、できない自分を受け入れる、弱い自分みたいなことを認められた。周りが理解してくれたことから生きやすくなったっていうのがあって、自分自身も相手を理解していくことがとても大事だと思っています。相談しやすい環境があるかどうか。とにかく関係を作ることに一生懸命になっていました。やっぱり見えないから、やっぱりちゃんと自分から声かけなきゃいけない。だからその遠慮とズーズーしさの間。